手こずったな。誰だ？な、お前は。は？さっきの当たってもよかったんだよ。こいつ、戦闘力がほとんど変わってない？だが、なんなんだこの厄感は。な、特殊なナイフだね。まさかここに手武器を使うとはね。落ち着く、レーザーテーブ。クソ、近づけない。クソ、これで終わるわけないだろ。さて、何のためにお前は動いているのか教えてもらおうか。言うわけないだろ。それにまだ決着がついたわけじゃないんだからよ。いえ、もう終わりよ。これで異変解決だな。そうね。霊夢。あら、翔たちを見舞いに来てくれたんだね。まさか入院することになるとは驚きだよ。そうよねー。私自体元気なんだけど、結構重症だったみたいね。あ、そういえばマリサは？マリサなら違う病室よ。わかったわ。マリサ。おう、カナデも来てくれたんだな。まさか二人揃って入院か。そうなんだよな。退院っていつなの？この調子なら明日退院だぜ。へえ、明日か。楽しみに待ってろよ。わかったわ。そういえば、ショーの姿に全然触れなかったけど、力は戻ったの？力はほぼ変わらないよ。ただ、記憶が 80% くらい戻ったね。へえ、だからあんな技も使ってたんだ。うん。そういえば、1ヶ月後に幻想郷の大会があるみたいよ。へえ、どんな大会なの？確か、幻想郷最強クラスも参加して、幻想郷最強を決めるそうよ。トーナメントだったかしら？へえ、じゃあ、みんなの実力も伸ばせるし、僕たちがどれくらい通用するか試してみたいしね。そうね。そういえばそれ、外来人出れるの？出れるわよ。おお、それならそこに向かって動き出そうよ。そうね、そういえば優勝賞品は、管理者の証って言ってたわね。確か、今僕は管理者の証を持っていない。私は持ってるけどね。それなら絶対に優勝しないとね。それじゃあ、優勝狙って頑張るわよ。トーナメント戦か、面白い。絶対に証を取ってやる。一番下でも仕事できることを見せてやる。我らがジュエリーが負けるはずがない。